お料理番組ワンダフルクッキングの時間よ。今日はアナコンダの唐揚げを作ろうと思うの。ちょっと名前が物騒だけど、とっても美味しいから安心してね。さて、今から材料を言うわね。メモの準備はいいかしら？じゃあ読み上げていくわよ。一食いアナコンダ、伝統石臼小麦粉、ニンニンニンニク、醤油、ナチュラルミネラル岩塩、胡椒。まずは揚げ物用のお鍋にたっぷり油を入れて、180度になるように熱してちょうだいね。油が十分熱くなるまでに一食いアナコンダの下ごしらえをするわよ。とっても大きくて怖いアナコンダなんだけど、味は美味しいの。だから市場なんかでよく出回っているのよね。一匹が大きいからぶつ切りになって皮を剥いだものが売ってあるの。アナコンダの皮を剥ぐのって結構な力作業だから、最初から剥いであると楽でいいのよね。ちょっと一口サイズには大きいからさらに切っていっちゃうわね。さてさて、一口サイズに切った後はナチュラルミネラル岩塩を振ってちょうだい。ヘビの身には鶏肉よりも水分が多く含まれているから、このまま揚げちゃうとポンって爆発したり弾けちゃう危険があるの。塩で水分を適度に抜くことが安全に揚げるコツよ。それにしても一人分だけ作るって楽でいいわね。いつもはこれの6倍くらいは作るから、みんなというかルシフェルちゃんがよく食べるのよ。アナコンダの水分を抜いている間にニンニンニンニクをすりおろしましょうね。多めに吸って、はい、これをボウルに入れて、そこに醤油、胡椒を入れてざっくりと混ぜ合わせる。あれこれしている間にアナコンダの水分が抜けたと思うから、軽くキッチンペーパーで拭いて、ニンニクと醤油の入ったボウルにアナコンダを入れて揉み込む。味を染み込ませるために本当は1時間くらい置きたいんだけど、今回は特別。じゃじゃーん、こちらに1時間味を染み込ませたものを用意しているの。ずるいだなんて言わないでね。そろそろ油もいい感じかしらね。十分熱くなったかどうか、どうやって測るかみんな知ってる？菜箸を用意してみて。菜箸を水で濡らして、それから清潔な布でしっかり拭き取る。はい、きれいにできたら菜箸を油の中に入れるだけ。かき混ぜちゃダメよ。静かに入れておいて、たくさん泡が出てきたらだいたい180度の合図よ。あら、ちゃんと泡が出てる。油もちゃんと180度になったよね。はいはい、バットに小麦粉を入れて、醤油とニンニクに1時間漬けたアナコンダをつけるわよ。今日は片栗粉がないからしっとりした衣になるわね。ザクザクとしたものがお好みの方は片栗粉と小麦粉を混ぜて作ってみて。さて、
小麦粉をつけたアナコンダを揚げていくわよ。いい音。この音を聞くとお腹が減ってきちゃうのよね。あ、でもつついたりしちゃダメよ。衣がきつね色になるまで我慢することが大事なの。しっかり火を通さないとお腹を壊しちゃうから、揚げ終わるまでちょっと時間がかかるのよね。一人でお料理ってなんだか新鮮。こうやってお夕飯を作る時があるんだけど、美味しそうな匂いにつられてルシフェルちゃんがつまみ食いにやってきたりするのよね。ちゃんと後でみんなで食べるんだから待ってなさいって言うんだけど、ルシフェルちゃんたら、お皿に盛ってあるのもそりゃ美味しいけど、こうやって出来たてをつまみ食いする背徳感がたまらないんじゃないって熱弁するものだから。思い出したら笑っちゃったわ。しょうがないから一口あげたの。もちろんリアちゃんにも一口あげたわ。私は待てますって言うんだけど、目が食べたいって言ってるんだもん。二人とも可愛いでしょ。あら、そんなことを言ってたら綺麗にあげられたみたいね。お皿にアナコンダの唐揚げを盛り付けて、はい、完成よ。つまみ食いの背徳感じゃないけど、ルシフェルちゃんの言う通り熱々を食べないだなんてとても罰当たりだと思うの。だから私がお先にいただいちゃうわ。下処理をしっかりしたおかげで生臭さもないし、衣がしっとりして美味しい。レモンをかけたりタルタルソースと一緒に食べても美味しいかもね。皆さんもぜひ試してみてちょうだい。それじゃあまた次回のワンダフルクッキングでお会いしましょうね。I'm sorry.